常に申し上げていますかね。さあ、今日はやはり天気に対してですね、暖かいでしょうかね。いつもよりのんびりしているように感じます。昨晩雪が降った翌朝ですね、トボガンスライドといいまして、お腹でこう雪の上をですね、滑るように移動する動きを見せてくれるんですけれども、さあ今日はですね、少し雪が硬いですので、ペンニアスおそらくトボガンスライドはね、見せてくれないかと思いますけれども、でその代わりですね、ペンニアスの走って降りる姿ご覧いただけるかもしれません。さあ、ペンニアスで滑った後に泳ぐ能力がとても優れているペンギンなんですね。スタートにしまして、約 36km もの速度で泳ぎます。はい、今日のペンギンがですね、さあ、実質的に下の方に降りてきましたけども、ちょっと待ってね、ペンギンたちご覧いただきますのでね、ご覧になってください。現在の、ね、私たちの技術では、そのまま着たまま泳げるダウンジャケットというのは、作ることができないですけども、
まあ、ペンギンたちは、まあ、全部ペンギンですね。1500万年前とね言われましてもあまりピンとこないと思いますけども、私たち人類が誕生しましてまだ500万ぐらいかかっておりますのでね、単純にその5倍地球上で生きることになるんですよ。まあ、ベンギンたちはね、人類が生きているということですね。人類たちは必死で、たくましく生きている。動物の中でね、